やべえ、来やがった。Thank you.
Yeah.
you
へえ、案外いい男じゃないか。そっちの彼女もうまそうじゃない。データとは思えないね。モデルがいたって話だけど。見くびるな。手引きがあったとはいえ、ここまで来た連中だ。何？あんたたち。かわいいね。敵だよ、敵。トリブバーナ。なんだそれ。教会も厄介者扱いして嫌いだ。というわけで凶暴な3人だ。まさかこいつら。正解。缶詰に飽き飽きしてたんでね。ガブリタイスぜ。俺様、お前、丸かじり。貴様らは捕らえろとの命令だ。あいつに手を貸してもよかったが、俺たちにもメンツがある。あいつ？アスラがどんだけ上等か知らないけど、あたしらを差し置くなんて我慢ならないんだよ。抜けれるものなら抜いてごらん。
のさ。ひとまず引け。覚えてやがれよクソ虫ども。必ずぶっ殺してやる。なんなんだあいつら、また変なのが出てきたな。
し。
守る。
待て、トリブバーナのメンツにかけて、それより先は一歩も行かさん。お、また出やがった。コケにしやがって。止めるからいいような女、危うく死ぬところだったぜ。てめえらも地獄を見やがれ。勝手に飛び降りたんじゃねえか。つべこべお言いでないよ。
まだ懲りねえ。ヒート、一体彼がヒートだが、このマガマガしさは何だ。今の言葉は何だ。歌よ、食らってやれ。もうちょっとやられても、戦後取り返す。てめえはミートボールだ、サーフ。お前もなんか言えん。やめなさい、それだけは許さない。いや、これは悲しみか。血迷ったぞ。俺はまともだ。どうしたっていうのよ。その子は私たちに協力してくれるそうですよ。セラ、私はマルゴキュビエ。マダムと呼んでちょうだい。もう知っているのでしょ。あなたたちはセラが作った AI だって。でもあの子にとってあなたたちだけは特別だった。あまりありがたくない理由でね。だからその子は帰ってきてくれたのよ。嘘でしょ、あの時みたいなお芝居よね。今のままではずっと操り人形のままですよ。操るものが変わっただけ。どういう意味だ。あなたたちを影で操っているのはジェナエンジェル、セラの生みの親よ。あの女がセラの母さんだって。正確には父親でもあるのだけれど、彼にセラを奪わせようとしたのも我々と共倒れさせるためよ。まったく何を企んでいるのやら。お前にも聞きたいな、何が目的だ。人類は過去の愚かな行いによって滅びの周期を迎えています。際限のない欲望が神の有害な情報から我々を守ってくれていた環境を破壊した。私たちの警告は理解されなかったわ。キュビエ症候群のことか。だから神をあんな姿に変え人を粛清すると。あれは不幸な事故だった。私は人の種を未来に残したいだけ。このままでは人の存在そのものが無意味なままで終わってしまう。そうしないためにはどうしても秩序と環境に適合した体が必要なの。このドームにも限界がありますからね。たとえ半身が悪魔となってもか。そうすれば日の下でも生きてゆける。馬鹿げてるわ。食らい合わなきゃ生きていけないのよ。いつ本当の悪魔になるかだって。だから管理するのです。ジャンクヤードでの実験で私たちは悪魔化ウイルスを手に入れた。セラがいれば意識の完全な悪魔化も防げます。あとは安定した食料供給だけ。だからフレッドの仲間たちを。生物には生きる価値あるものとそうでないものが存在するの。同じ過ちを繰り返さないためにも。それをお前が決めるわけか。秩序が決めるのです。私たちが管理するチューナーの社会、ニルバーナこそ人類存続の唯一の道よ。あなたたち
も帰っていらっしゃい。無用な殺し合いや飢えに苦しむことのない平穏な暮らしを約束しましょう。一つはっきりした。ここはニルバーナなんかじゃない。誰もが悲しまずに生きてゆける世界、誰もが楽しく暮らせる世界、そして仲間が争わずに住む世界、それこそがニルバーナだ。俺は誇りにかけてお前たちと戦う。自分の意志でだ。仕方ありませんね、ヒート。秩序を乱すバグを処理してちょうだい。あなたがいればセラも私たちに従うでしょう。そういうことだ。もうあの時のようにはいかねえ。本気で来い、サフ。Yeah.
お前は。私はまだ神に見放されてはいないようだ。待っていた甲斐があったよ。屋上のジャイロでラボへ向かえ。セラはそこにいる。なぜ俺たちを助ける？連中に任せていては過ちを繰り返すだけだ。手を貸せとは言わない。マダムを殺せ。それで貸し借りなしだ。あなたは一体何がしたいの？皆に等しくチャンスを与えたいだけだ。カルマ協会は解脱の機会を独占しようとしている。解脱？人はカルマを抑圧し道を誤った奇形だ。進化は自然淘汰の中でしかなし得ない。強い者は生き、弱い者は死に絶える。必要なのは仮初めの秩序ではなくカオスだよ。解脱を得た人間はどうなる？生きる意味を知る。そのために全ての人間を悪魔化させるというのか？喰らい合わせるために。何がおかしいんだ？さすが随時の論理回路を持つアスラだ。副作用さえなければ。副作用って何のことだよ？お前たちが得た人間性のことだ。悪魔に侵され人になるおかしいじゃないか。こんな気の利いたジョークはない。人ごとみたいに言わないで。あんたのせいで。それでお前の企みにもセラが必要ということか？頭が働きすぎるのも困りものだな。詮索はそれくらいにしておけ。ジェノ、誰も恨むな。一人にしないで。お願いよデビット。部長、防衛線が突破されました。退避してください。行け、グズグズするな。行くがいい、セラの愛しいクラウドたちよ。あの子を求める以上、私の望み通りに動かざるを得ん。あなたを反乱の罪で処分する。誰があのウイルスを構成したと思っている？